間で闘病していた声優の鈴木春人実さん、鈴木、瞳、が18日に亡くなった、26歳だった。所属事務所が24日、公式ホームページで報告した。所属事務所は、葬儀に関しましては、ご遺族の意向により親族のみにて取り行われました。ここに生前中のご厚誼を深謝し、謹んでお知らせ申し上げます。なお、ご遺族への取材、聴聞はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。と伝えた。鈴木さんは2016年、平良28、声優ユニット、NOW-ON-AIR のメンバーとして活動を開始、君の声を届けたい、の琵琶工事をつはやくを担当するなどしたが、21年1月に病気療養のために休業することを発表。その後、悪性腫瘍が見つかり治療であることなどを明かし、21年12月に退院したことを事務所が報告していた。ネットの声、若い、まだまだやりたいこといっぱいあっただろうに、無念でしょう。安らかに、こんな若くして亡くなるニュースを読むと、私なんぞ60年いい加減に適当に、生きてきてこの歳まで元気だったのは、運が良かったと思います。ご冥福をお祈りします。26歳はまだまだこれから楽しいことや、悲しいことをたくさん経験していく矢先なのに、本当に残念ですね。ご両親にとっては子供に先立たれてるほど、辛いものはないです。計り知れない悲しみ、と辛さの真っ只中でしょう。誰だからどうだというのでなく、まだこんな歳なのに病気で亡くなられるというニュースを見るたびに、自分の健康、だと思っている、だっていつ失われるかわからないと思ったりします。こういうことを見聞きすると、悲しいというか怖いというか、年取ってから死ぬのは当たり前のことじゃない、だと、最近は考えるようになりました。声優でのデビューもして自分の好きな道に、これから成長していくはずだったのに本当に、無念の一言、闘病での長期入院と痛みと辛さ悲しみが、かなりあったとのことです。その辛さや痛みからやっと解放されたことに、ほっとされているのではないでしょうか。謹んでご冥福をお祈りします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。